ここら辺ですよね。そうですね、赤がアーセナルです。ここら辺に降りてきたんですかね。降りてきてました。でここまで来るかどうかですよね。そうです、そうです。でここまで来たら結構ここがボコってあるじゃないですか、はい、そうすると多分こんなところに、まあ、飛び出す選手が出てきちゃうとっていうことを考えるはずです、守備者は、あとはここのボール状況がどれぐらい、あの青からすれば寄せられてるか、うん、でもやっぱりなんかこの守備ラインから次のラインまでこう降りていってるわけですよね。だ基本的には受け渡す気持ちになると思うんですよね。別にここまで出てもいいんですけど、はい、ここまで出るにはなんか明確な約束事がないと多分出ないかなっていう、その迷いを生じさせるためにこうやって少し離れていくわけですよね。でもここにヤネルトがいてゼウスがこう降りていった時に見えないですよね、まあ、最終的には見える位置まで行くんですけど、はい、見えないところにこうやって立ってた時にもしこんな形で食いついたら、例えばこういう風にボールが入る可能性もありますよね。となってくるとゼズスの位置取りが最終的には相手のなんかこの中盤のプレスを攻略するすごい重要なポイントになって、これがなかったらここにしかボールが出せませんので、もしくは最終ラインの近くにボールが来たらここでガツンっていきますから、まあ、こんな風に本当になると思うんですけども、この降りるアクションっていうのは、まあ、見えないところから顔を出していくので、この人たちからすると気にはするんでしょうけど、うん、なかなか見えづらいですし、そうすることによってこのちょっと手前が開くとか、まあ、そういう効果はあると思います。